出したかなという感じがします。ですからそういう意味ではもっともっと日本の他の音楽だけではないいろんな文化を見直す現象がこれから起こってくるんじゃないかなと思います。よりたくさんの人に、よりたくさんの人に聞いてもらうという意味ではそういう洋楽のいいところはもっともっと学ばなきゃいけないなというふうに思っています。